どうも、ツイッターをやっているギワチンです。今回はこちら、ゴジラ麻婆豆腐を作っていきたいと思います。うまさと辛さが胸を打つ。ではキッチンに移動しましょう。ではい、ということで引っ越してきました。はい、まず用意するものはゴジラ麻婆豆腐の素、豆腐 200g、 これは絹ごしですね。そして今回は食べれないネギの代わりに玉ねぎを入れたいと思います。それでは早速作っていきましょう。できるかな。やだな。まず豆腐を出そう。まあ、料理をしない僕からするとここからがもう試練ですから。お、えぐれたぞ。出花くじいてくれるね。プッチンプリン、あ、いけた。で、実はこれが 150g なんですよ。200にちょっと足りないというね。この厚みだからさ、これ以上半分に切ることないよね。普通に。わあ、すごい。ああ。引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ。わあ、すっごい、この雑な感じ。で、これで150なので、もう一個ちょっと使わないといけないんですよ。半分使おう。だから多めにしよう、豆腐ちょっと。はい、ちょっと多めの豆腐ということで、味が薄くなるかな。で、ここで鍋にお水を入れて、お湯を沸かします。あれ違う、向こうに火がついてもと。はい、で沸くまであれ歌います。リンリンランランソー。先ほどの豆腐をね、これ入れます。いくよ。ちょ、これ崩れ大丈夫かな。わあ、うわあ、崩れたけど、まあまあまあいいや。ちょっと火を通すっていう感じなのかな。これ絹ごしにしたんですけど、かなり崩れちゃったね。はい、こんなもんで。で、これ終わったらザルにあげます。これも崩さないようにね。よしよしよし。おー、いいねいいね。あ、いいいいいいよ。あ、いいよ。はい、ここで藤木くん、長澤くんの登場ですよ。じゃあ玉ねぎ切っていきます。もうね、ほんと切ったことがほとんどない人間なんで、もう多めに見てください。半分使おうか。よし、どうやって切ったらいいんやろこれ。かぼちゃチャーシュー麺、明太子コンビーフ、ビーフステーキはキスキスフライ、フライドチキン、きんぴららっきょう、今日もダンスダンス、ハッピーダンス。目が涙で玉ねぎが見えない。もうね、適当に切っていきます。要は細かく切れればいいんだよ。その原始時代の人もね、そんな考えてなかったでしょ、効率とか。もうね、とにかく細かく切って涙を流せばいいんだよ。涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く玉ねぎのよ。助けて、目がやばい。バルスのオンパレードやで。で、これをどうするかと言いますと、ここにぶち込みます。よいしょ。で、ここにですね、まあね、なんでもいいんですけど、まあ、ごま油を入れた方がコクが出るということで、入れていきます。こんぐらいかな。茶色、まあ、飴色っていうんですかね。ああいう色になるまで炒めていきます。そうやって茶色になるまで炒めることによって、玉ねぎにね、甘みが出るんですよね。で、ここからはね、結構時間がかかるので、そうだな、僕のこう、学生時代にね、起こったエピソードをね、話していきたいと思います。あれはですね、部活の帰りですね、パンツ吉野にいきなり襲われて、で、結局笹柳が借金1億円を背負うことになったんですよ。お、ということで、もう茶色になりましたね。抹茶色、個人的にはね、これぐらい茶色くしたいんですよ。甘い。僕はこれぐらいにした方が好き。そこでこちらゴジラの麻婆豆腐を投入すると、ドバ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 、うわうわうわ、なんか、なんだろう、あれみたいだ。絞り取りましょう。最後の最後まで出し切ろう。この豆腐を入れます。よし、こう寄せては返すという、こんな感じで。いや、もうね、これはね、最後は終わりよければすげていいんですよ。見た目がひどくても、いくら見た目がひどかろうが、人間の値打ちは中身だってのび太も言ってたじゃん。あ、でもなんかいい感じじゃない。麻婆豆腐でしょ、どう見ても。これ見てね、八宝菜とか言う人いないでしょ。どう考えても麻婆豆腐。ジュニアを殺されて本当に今怒ってる最中ですよ。あんまりまあ焦げないようにね、ちょっとずつこう見ながら。すごい美味しそうなんだけど。これいいぞ、いいぞこれ。これがいいか、あんまり温めすぎてもあれなので、じゃあこれを入れていきましょう。お、プルプルしてる。あ、プルプルしてる。うわ、あら、いいですね。よし、バランスがおかしい。いい、ちょっと待って。ゴジラ麻婆豆腐の完成。見た目は、では、いただきます。玉ねぎがやっぱりすごい多いですね。いただきたいと思います。まだ食べてなかった。ちょっともう一口。その前に辛さが来てる。
あーなるほど、唐辛子がすごい効いてますね。あーこれか、すごい。一見マイルドそうな色してるじゃないですか。なんですけどかなりピリつきます。ふつふつと煮えたぎってる感じ、普通に美味しい。ということでじゃあここでね、白飯ですよ、最強のお供、白飯にぶっかけてやりたいと思います。ちょっと熱くて底が持てない。こんな感じで、これ絶対うまいでしょ、この相性抜群。いただきます。ちょっと汚いけど、うわマジうまい。あー美味しい。これね、で予想通りかなり辛いんですけど、僕が大量にこうね飴色の玉ねぎを入れたことによって多少マイルドになって甘みがあるんですよ。それによって食べやすくなってる。あとこれ結構肉がいっぱい入っていて食感もいいですね。肉の食感も味わえるしと個人的には思う。いやこれはバーニングだよ、口の中メルトダウンです。今辛いカメラがちょっとずれてる。これ玉ねぎなかったら相当辛いんじゃないかな。ほんと辛さが進むっていう感じ。めっちゃ美味しい。うん、燃える燃える、メルトダウンや。スーパー X 出動頼む。よし、効果がない。よし、ここで秘密兵器、餃子の投入だ。お皿は銀の皿だ。まあ、こうすることによってね、よりこう中華感がね味わえるわけですよ、家の中でね。セブンイレブンのね安い餃子です。ただ雰囲気が重要だ。ここにバウンドさせて食べる。安い味だが美味しいぜ。ほんまに辛くてご飯足りないですね。これ佐藤のご飯で 200g なんですけど、200では足りない、 300g ぐらい必要かな。ほんと喉がピリピリするから本当に辛いのがダメっていう人は無理かもしんないね。じゃあここで隠し味のラー油を入れましょう。もうすでにラー油入ってる感パンパンするけど、お結構多めにね入れて、バーニングゴジラのねインフィニット熱線が吐けるようになったみたいな感じだと思う多分ね。これいくぞ。ラー油入れると逆に甘みが出てなんかマイルドになる。あ、ラー油の方が甘いんだ、辛さ低いんだ。いやでも玉ねぎ入れってほんと正解だな。ちょっとねどうしてもこういうね麻婆豆腐系が食べ方がちょっと汚くなるって、この辺ちょっとお見苦しいかもしれないんですけど、生感ということでご了承のほどよろしくお願いします。これね汚いけどねめっちゃうまいんだよ、汚い方が美味しい。うまい。はい、完食。ごちそうさまでした。はい、まず食べた感想は美味しかった、そして辛かった。あのね想像よりも若干辛かったかな。で今胃が結構ね熱いんで、本当に辛いものが苦手っていう人は正直食べない方がいいと思います。その日お尻がやばいことになると思うから。でも辛さ全然いけるよとかね、激辛ラーメンのお店とかあるじゃないですか、ああいうのがいける方は全然余裕だと思う。まあ、本当に市販の辛口のカレーライスよりも1,2 段階上ぐらいのレベルなので、でもね非常に美味しかった。あとこちらはゴジラストアで購入したんですけど、なんか伊豆大島のオンラインショップでも購入できるっぽいので多分できる。なのでゴジラストアに行けないっていう方は通販でね注文してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回久しぶりに食事ということでアニメシアを思い出しました。はい、昔はこういうことをやってたんですよ、非公開にしてるけどね。そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。今は下はパンツ1枚です。ギワチンのやつがツイッターをやってるらしいんだよ。あ、そうなんだ。登録者が4万人だから、フォロワー1万人ぐらいいるのかな。いや、1000人。少な。まあ彼は有益なツイートを発してないからね。ただそんな彼も最近はツイッターでプレゼント企画をやってるらしいよ。フォロワー伸ばすのに必死だな。でもこれはフォローする気はないね。そうだね。プロテインだね。